はい、今回は、棋聖戦第6局、2日目のところから、やりたいと思います。はい、じゃあそれでは、お願いします。はい、ここで、山下さんの封じ手が、はい、ここでしたね。はい、そうですね、ちょっと勘違いしてて、井山さんがね、封じ手かと思ったら、山下さんでしたよね。はい、山下さんが白ですもんね。はい、さすがに下がりは無理と見ましたかね。ちょっと切られて。この先がちょっと読めないですけど。まあ、これなら硬いんですよね。はい、ここでまあ、どのようにね、捌くかが難しいのでね。まあ、この攻め次第で、まだまだ難しいと思ってたんですけどね。まあ、この覗きから、そうですね。ここに継ぐしかないですかね。この辺りのさばきが、ちょっとね、わかんないですけど、こう打ったらどうするんでしょうかね。ちょっとね、わかんなかったんですけどね。どのようにさばいていくのか。まあ、こういう形で収まって、まあ、ほぼね、収まってしまって、こういう形になると黒がうまいですよね。まあ、こうなってはさすがにね、黒が優勢かなと思いましたね。だからこのさばき、この攻めにね、ちょっと、これぐらいでは物足んなくて、こうなると、どうしたんでしょうね。またこう跳ねたり、ちょっとね、ちょっとわかんない。こうやるとか、こうやるとか、こうへこむとか、ちょっとどう黒が捌くのかわかんないんですけど、こう跳ねる手もあるんですかね。この切りと押しを見て。ここがもうちょっとね、うまく攻めが効かないと、白はまずかったですね。こっちにね、備えられましたね。一手かけてても優勢な気がしますが、さらに頑張りました。やっぱりこういう手打つってことは、ちょっと不利を意識してますね。形勢不利を意識してる手ですね。はい。はい、これがなかなか見られない手ですけどね。この場合は、妙手ですね。普通にこうやってやりたいんですが、一回曲げる手が大事な手で、そしてからこうやってね、こう取って、こうやって、これでこうになってしまうんですね。こうはここら辺にね、絶対こうが、何回か効きますんで、これはちょっと失敗ですね。はい。なので、ここ継ぐしかなくて、一応これで隅を取ることができました。はい、そうですね。こうやって。ただ、多少ね、こういう切り、取り方なんで、ここら辺に味がついたのは白、嬉しいところですね。はい。で、攻撃。はい、してきましたね。はい、この両方ね、簡単に切られてしまっては、さすがに JA が白足りませんので、
まあ、こうなってね、ちょっと黒も嫌な格好ですけどね。うん。ここはしのげるかどうか。うん。まあ、黒もね、頑張った手を打ってますからね、二間とか。はい。ある程度は覚悟してるはずなんですけどね。まあ、はい、まあ一応、まあここの切りとかがあって、とりあえず、はい。こうやって、この辺りでは、もう黒がしっかりつながりまして、勝ちになってるはずだったんですね。はい、まあ、なので、ここで、こうやって、そうですね。これでちょっとね、生きが実戦のように打たれてしまうと、目がなかったのがちょっと錯覚だったかもしれませんね。で、ここで、こうやって、まあ、取っても下がりでもいいんですけど、で、こうやっておけば、ここに目があるんでしょうね。これが、ここは効く。まあ、ここはね、切りあるんでね、ほとんど効くと思うんですけどね、実戦のようにこうなったとしても。これで入れませんのでね、まあ、ここが効くので、多分これで、この4目を捨てても、これで多分良かったと思うんですけど、この4目を助けてしまって、ちょっとここら辺にね、錯覚があったかもしれませんね。こう置かれてしまいまして、取ってもこう下がられてね、こう部分的に目がなくなっちゃったんですよね。はい、ここ伸びて、一応ね、こういう粘りがありましたが、これは一応一手を防ごうという形でね、白からはまだコウ材があるので、ちょっとこのコウ、一手を防ごうなんでね、ちょっと、きつかったですね。はい、ここで、ここがね、まだこうで、ここがまだ本、あのね、本校じゃないので、ここで投了となりましたね。はい、そうですね。ここね、4目捨てていれば、おそらくね、勝ちだったと思うんですけどね、黒が。まあ、それにしてもね、すごい、もう取りかけでね、ちょっと黒のミスもありましたがね、結果的には取った形になりまして、さすがに力が強かったですね。いや、まあ、井山さんでもね、間違えるんですから、やっぱりね、相当な、迫力でしたね。はい、これで、名人戦に続いてね、面白くなりましたね。最終局。これ、一週間後で、みたいですからね。はい、ぜひ、どちらが勝ってもね、非常に盛り上がるかなと思います。はい、じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。